今回、肉なしサバ缶おじやを作るが、その前に、ウェアラブルカメラ、ロジクール922Nを、帽子のひだに穴を開けてネジ止めした。これで帽子をかぶるだけで、三脚位置を撮影のたびに変えずに済む。ロジクール922Nは、録画機能を内蔵しないので、別途ロジークーキャプチュアをインストールして、そこで録画する。つい、最近映像編集ソフトのダヴィンチレソルブ 18.5 を使用して作成した。ダヴィンチレソルブ 18.5 はインストールも無料であり、毎月毎年の使用料も全くの無料である。Thank you.
私は福井県福井市に居住している。福井市には中堅スーパーのバローがあり、そこで買い物をしている。そこは日用品や食品が安く買える。一例を挙げれば、練り歯磨きはサンスター薬用つぶつぶ塩歯磨き 170g が158円。缶詰のサバ水煮缶やイワシ水煮缶は1缶119円で売っていたが、缶詰は品切れ中。マヨネーズなど値上がり中の食品は、バローと提携している企業の共同製造で、プライベートブランドとして安価で出している。しかし、バローの一つ横の店舗は、業務スーパーがあり、これも、缶詰などは、サバ水煮缶やイワシ水煮缶は、1缶で119円で売っている。サバ缶おじやを作るには、まず、チューブ入りニンニクを少量入れる。次に、サバ缶を入れて細かく砕く。さらに、粉末コンソメと胡椒と塩少々とレンジで温めたご飯 400g と玉ねぎ1分の1個を粗みじん切りして20分間くらい茹でた茹で湯を入れて、煮詰まったら、醤油を入れて混ぜる。この醤油を入れて混ぜることで、おじやの味が引き立ち、おじやの味が締まる。今回は、ウェアラブルカメラ、ロジクール Q122N を帽子につけて撮影録画した。カメラを帽子につけても、モニターを見なければ正しく映っているのかどうかわからない。それでも、三脚位置を撮影のたびに変えずに済むよりは良さそうだ。レンジで温めるご飯をどこに置いたか、わからなくなり、そのため録画撮影を一時停止した。その後録画撮影に戻したが、すべて具材を入れて混ぜるシーンや煮立たせるシーンが録画されていなかった。今回初めての撮影であり、いろんな困難を乗り越えることで良しとしよう。